皆さんこんにちは、コウヘイです、動画第1本目です。その天気が良かったのでお出かけをしました。今回行ったのは千歳市にあるカチャというですねお店です。こちらカチャに着いた時の映像なんですけど、まあなんかね全体撮らずにいきなりもう入って店に入っていってしまってます。でちょっと初めての YouTube なので緊張してると思います。さあ扉を引いて開けると、あ、縦に間違って撮ってしまいました。すいません。でこれですね、ちょっと見えづらかったと思うんですけど、高知県のお土産があってですね、で自分、僕は高知が好きなので結構こうね見て興奮してました。でこれは入り口のとこなんですけど、ここはやっぱジェラートですね、ショーケースあります。ああはい。で、コーチが分かんない人のために、ちょっとコーチってこんなところだよっていうのを載せました。はい、さて、メインのレストランですが、こう入ってすぐにですね、こうナポリから取り寄せた、持ってきたらしい、ピザ窯ですね。はい、さて、ここに描かれてるのは、一体誰なのでしょうか。はい、着席して、メニュー開いて、見てます。来たのここ初めてじゃないんですけど、まあ、こうランチプレートが平日限定であるんですね。おお、こんぬれにスープがつくのかいいですね。あとカレーがあって、これもすごく、ね、美味しいです。で、何よりやっぱりメインはですね、ピッツァですよね。はい。これは本当に大事です。大事ですって何が大事なんだろう。まあ美味しいです。はい。今日頼んだのは、僕が頼んだのは確かこう、ピッツァビスマルク、あ、指さしてます。指さしてます。その M サイズです。はい。で、他にも、その日の朝に、蕎麦を売って、で、それを出して、使ってるっていうか、提供してる。うん。みたいですよ。蕎麦も美味しいですよ。本当に。はい。で、右はスペシャルメニューがあるみたいです。今日は、食べなかったんですけど。で、最初に頼んだのは、このかぼちゃのスープですね。まあ本当に見てわかる通り、かぼちゃです。うん。まあ本当に新鮮で、なんかもうね、美味しくて、美味しかったです。はい。はい、来ました。ピッツァ、ビスマルク。こちらがですね、サイズ感ちょっと小さく見えるんですけど、ちょうどよかったですよ。あ、でこれはですね、一緒に行った人が頼んでたピッツァビアンカインサローラっていうもので M サイズですね。はい、生ハム乗ってます。さあ、自分のを食べるってなった時に、あらら、ちょっと、いろいろ落としてしまいました。もう、この伸びたチーズのなんとかこう、最後まで、ね、指でやって、ね、こんないい大人が何をしてるのでしょうか。さて、こちらはですね、なんか特別メニューであったニラそばというものです。皆さん、ニラ分かりますか？まあ、分かりますかね。なんかニラって言えばこう口臭くなりそうですけど、これ本当に美味しかったんですよ。良かったです。で、いろいろ食べて、でもやっぱり最後は、ジェラートですよね。やっぱり別腹なんですよ。で、これ食券を券売機で買うみたいです。さて、来ました。ショーケースの、ジェラートです。さあ、なんと美しい映像でしょう。このね、ただ単にカラフルなだけじゃなくて、こうあのなんかこう線みたいなのが入ってる、なんかよくわかんない、はい、あるんですよ。そうで、全部美味しそうなんですけど、僕はやっぱり北海道のミルク使ったバニラ食べました。はい。で、なんかこんな感じになってますね。上にカメラが入ってます。あ、カチャって書いてます。はい。で、ここのジェラートをですね、毎回来たら食べるんですけど、はい。で、これをもらって、いつも外で食べるのですが、皆さん聞こえますでしょうか。今日は天気が良かったのですが、非常に風が強く、寒かったんですよ、今日、北海道。なんでですかね、天気が強くて。寒い時に美味しいけど冷たいジェラートを外で食べるのはなかなかきついなと思われ、結局は車に戻って食べました。しばし
このそうですね、楽しみください。はい、言うまでもなく、ガチャさん、はい、欲しい子です。すごく美味しかったです。もうここのピザ最高です。間違いないです。さあ、ありがとうございました。短い時間でしたが、ありがとうございました。